届けいたします。バイオリンとコントラバスの音色をお楽しみください。アズの魔法使いからオーバーザレインボーです。4種類の一番最新の CD から1曲お届けいたします。オリジナル曲の光ある限りということです。聴いてください。
ありがとうございます。光あるかぎりという曲をお届けいたしました。私たちバロケはですね、上岡を中心に活動しているユニットなんですけれども、1個だけライブのお知らせをさせてください。館内にあります、リセットカフェ館内店というところで、ライブがあります。もともとカフェなので、すごくこじんまりとした20席限定のライブなんですけれども、7月2日、木曜日の夜7時半から、バロテのおかえりティータイムというタイトルをつけました。皆さんにくつろいでもらえるような空間を目指してやってます。ついこの間ボリューム1をやったんですけれども、とてもありがたいことに皆さんも来ていただいて、完売になりました。そして7月2日も、残り2席となってますので、お一人でももちろん大丈夫です。お二人一緒にでも大丈夫ですので、ぜひご都合良い方はぜひ遊びに来てください。7月2日、ちょっと前の方に分かりにくいんですけど、ホワイトボードでも書かせていただきますので、よかったら来てください。もう一曲だけやったら、このステージ一旦また締めたいと思いますので、ゆっくり見ていってください。よろしくお願いします。じゃあ最後も、オリジナル曲を演奏させてください。ちょっと気持ちをこうリセットしたいときとか、リフレッシュしたいときに聴いてほしいなという一曲になります。ちょっとこの冬のジメジメしたときにはぴったりなんじゃないかと思いますが、大層見られて今チラシを配りしました、中に収録されていますスタートという曲をお届けいたします。よかったら皆さんも元気な手拍子で参加してください。では聴いてください。スタートです。Thank you.
緒に手拍子もありがとうございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。スタートという曲を、このステージ最後にお届けいたしました。私たちこの後も演奏してきます。今日ちょっと夜遅い時間に雨が降るってことなので、様子を見ながら、もしかしたらちょっと早めに切り上げるかも分かりませんが、お時間許す限りぜひ皆さんも聴いていてください。そして ありがとうございます。クラシーと今演奏した曲も入ってます。最新作のオーソブワルテも用意しておりますので、ぜひぜひ見ていてください。ありがとうございました。ワルテでした。バルケと言います。ラウリッタ・コントラバスのポップクラシックユニットをやっております。はい、まずは1曲お届けします。クラシストのデータこれもな、俺もすごい言われてんじゃないか。来てるじゃん。今日来ました、久しぶりに。きっと大丈夫って結構お届けいたします。違う CD です。ディストルカバーズというシンガーソングライターの方たちの曲を私たちがカバーさせていただいた曲、CD があります。こちらからですね、シンガーソングライターかほちゃんの流れ星という曲をお届けいたします。この曲は失恋ソングなんですけれども、とても素敵だなと思うのが、いつも言っている流れ星ってこう願い事を3回唱えると叶うなんて言われているけれど、なんかこう失恋して本当はもう諦めたい気持ちと、だけど星に願ってしまうというこのなんか心の矛盾というか葛藤というか、そういうのがなんかこうこの曲にもうずっと込められていて素敵だななんて思っていま
素敵だな、メロディーとそして歌詞両方ともこうグッとくるものがあるので、私はすごく好きな一曲です。歌詞は私たち作られないですが、曲のメロディーでそんなことが伝わればいいなと思っています。それでは最後までお楽しみください。流れ星です。
ただきありがとうございます。この曲はかほちゃんの流れ星という曲をカバーでお届けいたしましたということで、もう一曲だけお届けしたらこのステージまた一旦締めたいと思います。富岡に来て1年9ヶ月ぐらいかな、経つんですけど、初めてお会いする方もそれから再会できる方もたくさんいらっしゃってとても嬉しく思ってるんですけど、さっきもねよく通るワンちゃんがいて、撫でてってこうワンワンって鳴くんですけど、私の見ていない隙にこのマイクをすごいベロベロ舐めてたんで、ここにすごいよだれがついてるからちょっと近づけるのが怖いけど、声聞こえてますかね、大丈夫ですか、よかったです。ちょっと今関節切りがちょっと怖いんですけど、はい、もう一曲最後にお届けする曲は今チラシを配りしているオーソルワロテから一曲お届けしたいと思います。この CD は、今年の2月7日に、発売になりました。発売をの記念を兼ねて、謎な川崎のプラザフルでワンマンライブをやってまいりました。この時に、お客さんを200人集めようという目標を立てて、2月7日 CD 発売のワンマンライブで無事に200人達成することができました。もうその時の喜びは今でも忘れませんが、その200人を達成したのがここ神岡だったんですね。ワンマンライブの2日前ぐらいだったかな、200人完売してみんなで喜んだのを昨日のことに覚えています。また大きなライブってなるといつできるかわからないんですけど、まずはこの CD をたくさんの方に届けたいなと今思っています。自信と愛情たっぷりこもった CD になってますので、ぜひ、お手に取ってみてください。よろしくお願いします。それでは、オーソルワロテから1曲お届けしたいと思います。いろんな曲入ってるんで迷うんですけど、じゃあバイオリンとコントラバス2本だけの珍しい曲をお届けしたいと思います。ふるさとやそれから自分の居心地のいい場所っていうのをイメージして、いつも演奏しています。マイホームタウンという曲をお届けいたします。
いただきありがとうございます。マイホームタウンという曲をお届けいたしました。危ない、忘れていました。ワンちゃんのあれがついていることは。はい、ということでこのステージこれにて一旦終了になりますが、よかったらあの CD もございます。今最後に演奏した曲も、オースオブバロテのみですが入っておりますので、ぜひぜひお手に取ってください。よろしくお願いします。これは私たちからお願いです。よろしくお願いいたします。ということで、今日は雨が降らない限り様子を見つつ演奏したいと思います。ありがとうございました。バロテでした。